こんにちは、ウィルです。今回は即興でできる単発的なマジックを紹介したいと思います。それでは解説どうぞ。はい、それでは解説です。このマジックは多少セットアップがその場で必要なんですが、これは実演の中で行っていくことが可能です。まず最初にカードを混ぜます。そして混ぜた後にこのように広げていって、一番最初にあるジョーカー、そしてその隣、左隣のカードを一緒にカットしてこのように持っていきます。そして一応相手にも見せるような形で、こんな感じに混ざってますよねと言って広げていきます。そうすると2枚目のジョーカーが出てきます。2枚目のジョーカーが出てきたら、これを軽してトップに持っていきます。そうするとどうなるかというと、このようにジョーカーにエースが挟まれたような状態になります。これで実演の中でセットアップが行うことが可能です。ちなみにジョーカーはデザインが同じものを使ってください。はい、そして実演がスタートしたら、カードを弾いていくので好きなタイミングでストップをかけてくださいとお願いします。そして一旦ここでカットしてブレイクを保って、ドリブルフォースを今回行いましたが、ドリブルフォースの解説については、概要欄の方をご覧ください。そしてこのようにしてフォースして、ではここのカードを使いましょうと言って相手に手を出してもらいます。その隙にゲットレディーを取って1枚めくります。実際にはこれダブルリフトです。この下にジョーカーが隠れています。そしてこれを相手の手の上に置くなり、相手の手の下に置くなりしてください。そして次に僕も1枚カードを選びますと言って、ドリブルフォースを自分に対して行います。適当なタイミングで止めたように見せかけて、カードを1枚トップからダブルリフトします。そしてこちら側のスペードのエースに向かってこの上で振ってあげると、こちら側にスペードのエースがやってきて、そちらの手の中にジョーカーが入れ替わります。このように示します。はい、いかがだったでしょうか。技法と現象が反比例するような珍しい例の代表格だと思うんですけども、受けるマジックには個人的には3つぐらい要素があると思っていて、まず1つが単発的なもの、そして2つ目がビジュアルなもの、そして3つ目が相手の参加を促すようなものです。まさに今回演じたマジックというのはこの3つの要素を全て満たしていると言ってもいいんじゃないかなと思います。皆さんの中でこれは受けるだろうっていうマジックの鉄則みたいなものがあったら、ぜひコメント欄で教えてください。それでは。